皆さんこんにちは、リラックスボイスコーチのりょうです。文章だけじゃちょっと伝えられないというか分かりづらいなんかを、こうして動画のねプチセミナーという形で配信して いきたいなと思っております。呼吸の方法とか、いろいろありますけれども、声を出すという以前にそういうふうに土台を、作っていって、で、スポーツと同じなので、ストレッチをして十分こう、声を出して、いろいろ筋肉も使いますのでね、顔の筋肉、おそらく普通の生活ではそんなに酷使したことはないと思うので、今回はねちょっと意図的に自分で動かして、これをすればきっと自分はいい声を出せるんだっていう、そういうふうなちょっと夢というかのそういう明るいね目的意識を持ってやっていただければ、より効果的にハミングが出せてなると思うので、ちょっと、チャレンジしてみてください。声を出す前に、さっきも言いました、顔のね筋肉のちょっとストレッチっていうのをしていきたいと思います。相当変顔になりますので、周りにあんまりこう誰もいない、一人の空間とかがいいと思いますけれども、ぜひぜひやってみてください。鼻腔鏡面を使った、鼻腔っていうのも口の、口の穴の穴っていうか、ここのちょっと上に、鼻の奥ですね、見ることはできないんですけれども、ここに空間が空洞があります。でそこに声を響かせることによってより聞き取りやすい、でちょっと高いというか明るい響きの音を、声を出すことができます。でそこに声を当てる練習なんですけれども、練習というか、ちょっとストレッチでどうしたら当てやすいかというと、口角を上げるというか、口角どころかもうほっぺたの筋肉自体をこう上げた状態で出すと、割とそういう風に上げてるのにちょっと低い声って出しづらいんですよね。どうしてもこうなんか喜んだようなこういう風な顔で、なんかちょっと暗い顔とか暗い声とか出しづらいので、それを意図的に作りましょうっていうことでやってみてください。口角どころかもほっぺたの筋肉を全部上げます。上げるところまでこんな感じで、上げたら逆で、これを何回か繰り返してみてください。相当変顔になりますけど、で動かしづらい方向があったと思います。で、これはご飯食べるときどっちの歯で噛むかっていうので、あまり使われてない方の、ほっぺたというかがちょっと上がりづらいかと思います。そうなったら、そっちの上がりづらい方を重点的にこうして、動かしてストレッチしてみてください。ちょっと疲れるんですけれども、あまり人がいないようなところでやることをお勧めします。今日はこの辺でありがとうございました。